福岡県は新型コロナ感染者が今日新たに1 1956人確認されたと発表しました前の週の同じ曜日と比べて3倍以上に増えています感染者の内訳は北九州市で1678人福岡市で5696人などとなっていて30代から90代以上の男女9人が亡くなっています 感染者数11956人は祝日明けだった。先週の同じ曜日と比べると3倍以上に増えています。最新の病床使用率は前日から2.5ポイント増えて6。5.4%で重症病床使用率は4 1。.1% です。佐賀県では今日1785人の感染と2人の死亡が発表されています。